どうも、バットオンバスジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回はですね、西成シリーズになってくるんですけども、こちらの西成愛林地区には日本一のスラム街と言われる町です。まあちょっと夜なんで何が起こるかわからないんですけども、突撃取材していきたいと思います。じゃあ行きましょう、レッツゴー。あそこでなんかタッチションしてる人がいますけれども、非常に物静かでちょっと不気味な静けさがありますけれども、まあ大々結構皆さん眠りについてます。あ、どうも。今何人？今もうすぐ30飲んできたんですか。友達が京都から帰ってきて飲ましてくれたんだけども、あるよ、ある。そこのね、ここや、ここ。あ、ここ、ここっすか。あ、何回来てたよ、これ。はい。あ、ありがとうございます。結構新しい、これ。あ、すいません。あ、ここだったら雨もしのげますね。すみません、いただきます。乾杯。久しぶりだな、東京の人と。お世話して24年になるけど、久しぶりや。ほんま飲めんのか？あ、飲めます。大丈夫か？はい、大丈夫です。何十年か前に暴動とかあったじゃないですか。なんでああなっちゃったんですかね。リーダーがいたんだよな、協力者リーダーがその頃な、亡くなったけどね、あいつら壊すもんだな、リーダーっていうのは。神経使うんだろうな、労働者のまとめて役所に交渉に行くんや、こんなことして、くれとか。もっと昔は、役者もいっぱいいたんだな、もうあれしてたらしいからな、命がけだったらしいよ。この地区を守るために。まあ、そんな感じだな。実際そうやってなんか監禁されたりとかあったんですか？詳しいことはわからんけどな。でもやっぱ今もリーダー的な方もいらっしゃるんですか？もうほとんど、もうやることを やり終わって、はい、もう止まるとこはあるし。炊き出しはあるし、ヤクザももういなくなったし、そのリーダーシップは発揮する場面もなくなったみたいで。センターあるじゃないですか、シャッター閉まっちゃってるじゃないですか、センター取り壊さないように何で守ってるんですかね。センターでみんな 寝起きしてたから、朝5時にセンター開くと、みんな中に入っていって布団引いて寝てたんだよ。俺もそうだけども、シャワーもあったし、それができなくなったらセンター開けろって言ってるわけや。寒くないですか、冬とか。どうしてます、寒さしも。また冬は冬でな、いっぱいこういうものがな、いっぱい出るんだよ。拾って。雲もは結構探せばあるよ。いつも何食べてます？お塩は食わんけど、何もなくても炊き出しは毎日あるしな。体調とか大丈夫ですか？大阪来た頃、23年前か。はい。結核で1年間入院したわ。法律で決まってんだから、1年間入院じゃないかんだよ。相当辛かったんじゃないですか。まあ、その前に体調が良くなかったんだけど、一度血吐いてんだ。ゴーゴーってな。これは相当良くないなと思って、病院行ったら、お金ありますかって言うんだ。治療代、500円しかありませんって言ったら、病院はお金ないと受けられませんよ。そうですよね。言うんや。あかんなって思ってたら、受付の目の前で、ゴーって吐いたもんだから、これはあかんなって向こうも思ってたんだな、医者に。連絡して、新聞に入ったんだけど、それを見せて医者がすぐレントゲン取って、結核の可能性があるんで、結核専門の病院がある。その病院から来たんだよ、迎えに。それに乗って、1年間入院したわ。入院中のその治療費とかって大丈夫だったんですか？それが、いらないっていうか、市から出してくれるんだよ。金がない人はもう、
出せない治療費を強制入院だから、金があってもなくても強制入院だから、東京にいた頃は、はい、そういうこと全然知識がなかったもんな。教えてくれる人もいなかったしな。すごいひもじい思いしたぜ俺、東京にいた頃は。コンビニ行ってあれポケット入れてな、スーパーとか行ってな、大変だ、我慢できんだよあれ。同じスーパーで何回もやるとこ見てんだよな、うん、あまさかこの人来たなとかな思うとな、じーっと見てる人おるんだ。腹減ってしょうがない。西成は懐が深いっていうか、まあいろんな人がいて、一斉出るわ西成から、一斉出るわ西成から。昔東京に住んでたんじゃないですか。なんで西成に来ようと思ったんですか。その時は千葉県で仕事してない、パン屋。パン屋さんだったんですか。うん、まあその頃はまあ見られたけど、はい、その後いろんなパン屋行って、俺パン屋の職人ぐらいになったんだけど。あ、いろいろあったんですか。いや、これが好きだろ。はい。やらかし伸びすぎてな、すぐに仕事行けないんだよ。こんなベロベロで無断欠勤や、無理なとこだって。無断はちゃんとやってるから多めに見てくれたんだけど、大阪に一度行ってみたいなと思って。なんで行きたいと思ったんですか。西成に行きたいと思ったんだ。12万ぐらい持って来たんだよ俺。3日ぐらい経って泊まって帰れなくなって、今のハンバーグのあの社長さんがまた来いよって言ってくれたから、うん、会いたいなと思って、もう使い果たしてしまった。帰るお金がなくなっちゃった。うん、帰りはここになくなって、うん、冬とか雪降ります。1月か12月か最低気温は2度ぐらいだから寒くて寝れないって思ったことあったけどね。寒いんだ、雪降ったんだよ、寒いな。これ寝てられんなと思ってな。食うもんは何もなかったな。そんな寒い時に食うもんもないですし、菓子とかお醤でとかする人とかいました。人間死ぬんだから、食わなきゃ死ぬんだから。周りにいました、そういう人たちも。なんかわけわからんけど、ずっと寝てる人がいたんだよ、向こうの声の方で。何日も何日も寝てるから、はい、変だなって思ってたら、やっぱ死んでたんだよ。何なんだろうかなって思ってたんだよ。死んだんだよ、死んだんだよ。自然に人間死ぬんかな。あんな苦しみもなく人間死んでしまうんかな。あんた死にたいと思うか。いえいえ、思わないですけど。お父さん今おいくつなんですか。73、昭和21年生まれや。元気ですね。気持ちだけはそうだけど、もう体力的にな、いろいろ在庫が出てくるしな。14、5年前交通事故になって、オートバイとぶつかってふーっとあれ意識なくなるな。意識不明になった時何も記憶ないですもんね。姉さん見たら病院だ。薬物とかやったことあります。ないよ、ないよ。俺はアルキューや。錠剤みたいなのがさっきのロテンションみたいなのとか言ってました。錠剤以上売ってるぞ。なんか分からんけど、そういう薬物系ですか、あれ。いや、分からへんよ、いっぱい薬並べて売ってる。これ並びましたよね。うん、あれ言っただろう。いや、今、はい、パン持ってきてあげるわ。あ、え、これ。わあ、すごい。え、こんなにいっぱいあるんですか。いただきました。うん、あ、1個で、いいや、ポケット入れとけ。アンパンも、アンパンも、ポケット入れとけ。ありがとうございます。食べ物だけはもうできて。西成でのなんかルールみたいなのってあるんですか。人に迷惑をかけないっていうだけだ。あんまり人の顔を見ないとかな。なんであんま見ない方がいいんですか。西成で死んだ人はやっぱり劣等感持ってるから、あんまり見られたくないっていう感じがある。すいません、はい、福祉の部屋案内してるんですけど、家が余ってはります。
10日前にこう来て、まあ僕これ毎日こう入れて、こうやって人入れてるんですけど、居宅保護を入れてね、いやこういう個室に今日から住んでもらって生活保護の手続きするんで、お金を見るんですよ。会社はあのここの会社です。コーポレーション。うちね、西成にこれ建物3棟持ってて470人住んでるんですよ。そんなんやってのうちだけやから、ね、あれもシェルターとかなかったらあのほんまにダメなんですよ。シェルターに住んで、はい、炊き出しとか来てるようやったら一人一人一人だいたいね、3分の1が関東、名古屋から流れてきたんですよ。この人関東は関東、ね、関東は横浜、埼玉、千葉、東京、この辺から流れてきました。東京、東京、連れて行って、連れて行って、熱望。若い人も言ってますよ。5月12日に27日、この人も福祉始めて、横浜市から来た、コンビニの副店長してます。まともにやってるから福祉も通るし、嘘がないから。シェルターなんかで暮らすんやったらもう絶対来た方がいい。やっぱみんなね、咳したり、はい、病気持ってる人、結核やなんやな、いっぱいいてるから、C 型肝炎とか。一緒に行って、今日入って嫌なさに出てくればいいんだ。いいから。はい。お酒と。体気つけて。お父さん、バイバイ、ありがとうね、おやすみなさい。というわけで、さっきのおじいちゃんとはね、バイバイしたんですけども、2時間近く話し込んでたんですけども、あのおじいちゃんも明るくて話してて、すごいお酒とパンも食べさせてもらってあったかいなって思いました。非常に人間味を感じた瞬間でした。じゃあ今日はこんな感じで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。